の所属チームお願いします。アルビレックス新潟レディースの川村優里です。よろしくお願いします。なんで笑ってる。お願いします。あ、奥山さんかな、うん、アルビの、アルビの、うん、なんでめっちゃ怖かったんだけど、めっちゃ人として成長させてもらった。例えば人としてね、うん、印象に残ってる選手は分かんないけど、うん、うちアルビにいた時にあのさ国立でやってさ北朝鮮との試合あるじゃん、それ見に行ったの、うん、その時になんかうちそんなにさ代表とか分かんなかったんだけど、初めてその試合見に行って感動した。感動したのあの試合、もうあれやばかった。スタジアムで見た、分かる、うん、だってスタジアムいっぱいあったもんな、うん、あれすごかったよな。あれはすごかった本当に。ああいうことだろうね、育成年代にこう響くっていうかさ、うん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 、海外はもうサッカーがさ、あの女子サッカーが定着してるよ、うん、だからさなんかいろんな人が本当に見に来る。だって観客数とかさすごいもんな。すごいよね、うん、だってポートランド、そう1万とかもう平均やん、うん、めっちゃすごいよな。すごいよ。あーなんか個人的にだよ、すごい、うん、すごい来てほしい。マルタとかね、やばいよ、一緒にやれたら最高でしょ。一緒え、マジで、うん、あ、そうなん、じゃあうちもそれでいいやそれでいいや。やっぱ一つ思うのはさ、なんか一つ持ってっていいよって言ってもうあれが当たっちゃう感じがもうちょっとやばいよ。だってさ一つだけだよ。そうやで、ね、な、いや絶対他にもいるから絶対あるよな。楽しみ楽しみ楽しみ。まずまだ現れてないからうちらみたいな。あ、そうなんだ。だから今後誰か出た時にすぐ報告する。うん、して。 OK、 じゃあ次、はい、ここからは恋愛モードです。行っちゃうぞ。気になるユーリーの恋愛。気になんないだろうよ。気になるよ。聞くで。好きなタイプ、好きな仕草は。仕草はない、別に、うん、はい、タイプは結構言ってる人の方が好きかも。え、でも優しい人がいいよ。確かに。ちょっとやっちゃうな。やめろよ。タコ知ってんのやばいよ。お佐藤。エスチャンネルをご覧の皆さん、ウィーリーグがそろそろ開幕、カップ戦が開幕すると思います。今シーズンは、まあ、自分自身も怪我から復帰してアルビーとウィーリーグを盛り上げれるように頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。イエーイ。今日アルビレックスのユニフォームが発売されてました、はい、あ、そう、勝手に買ってね、かっこよかった、猫みたいな絵とは買ってね、ご覧いただきありがとうございました。会員限定動画が盛りだくさんのワンティー、ぜひご登録よろしく。